んですよ。あの2人はね、今日練習終わってサンパークに来た感じですか。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。はい、あ、じゃあ自己紹介を改めて、新加入ですので皆さんにお願いします。群馬から移籍してきました高澤レッドです。よろしくお願いします。お願いします。お二人は友達ですか。友達ですかね。お友達、プライベートでも仲良しな。なるほど。大分ホックレース何回目ですか。2回目です。2回目。おお、2回目で来たらみんな集まってくれてた。ああこれのために。あ、そうです。集まりました。ありがとうございます。よかったらこの後トークしていきますか。いいですか。申し訳ない。抽選会も今ちょっとこの後あるんですけども、大丈夫ですか。はい、いいですか。大丈夫です。あのバッチリプライベートの大丈夫ですか。はい、はい、ちょっと今ですね、応援メッセージを皆さんに書いていただいて、よかったら選手を、はい、ぜひ大丈夫です。大丈夫です。長谷川選手とかもぜひ、長谷川選手、長谷川選手、来ないですね。みんな呼んでください。皆さん、長谷川選手、長谷川、完全にプライベートなインタビューを聞くんですけど、大丈夫。あ、帰ってくれました皆さん。J1 優勝、帰ってくれました。これはもう優勝していただきましょう。ちょっといいですか、特許してください。あの、今シーズンの目標を教えてください。はい、個人的な目標。そうですね、はい、まあ試合にやっぱ出ることと、はい、やっぱ2桁得点は絶対なと。皆さん今聞きました。2桁得点ですよ。もう必ずやってくれますか。はい、やります。よし、来ましたね。そしてどうですか、大分の雰囲気は。いや、もう最高っすね。どこか行かれて、まあ、忙しかったと思うんですけども、シーズン前で、はい、そこ温泉行ったりとかしましたか。まだしないですけど、はい、やっぱいい人です。よかったですか。皆さん、ちょっとなんか飽きてますね。ちょっとなんかもう飽きちゃってるみたいですけど、すごい。もうちょっとアピールしてもらっていいですか。あの、新加入の新体制発表会とかものすごい緊張してましたよね。緊張しましたよね。ここはもう慣れましたか、この場は。大丈夫ですか。あの、お二人はもうちょっと、長谷川選手、そんな目立つ色の服着てきちゃダメですよ。ダメダメ、絶対。もうちょっと、プライベートから出さないと。一回行ってよ。一回ね、お二人持っててもいいから、一回。皆さん、今日来てよかったですね。すごい、お母さんたちが見つけてくれたからですよ。ねえ。すいません、プライベートのところ。もういらっしゃいませ。さあ、これからじゃあ、主役らしいです。今日、この番選手じゃないんですけどね、皆さん。違うんですけどね、ちょっと。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは。プライベートなんですけどね、ちょっとお話聞いてみたいなと思うんですけど、長谷川選手、今シーズンの目標、教えてください。いっぱい試合出て、ゴールとアシストをしていきたいなと思います。おー、ちょっと去年大活躍だったじゃないですか。ちょっとびっくりしましたね。びっくりしました。長谷川選手大活躍で、ねえ、もう、皆さん、若いのに若いのに大活躍で驚きましたけど、今シーズンも本当に頑張っていただきたいと思います。そして、新加入の貴様を持って登場してくれました。はい、今シーズンの自己紹介と今シーズンの目標を教えてください。自己紹介自己紹介もね、サポーターの皆さん、はい、はい、ゴールキーパーの吉田俊です。いっぱい試合に出たいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ吉田選手と長谷川選手もじゃあこちらにメッセージを書いていただいて、はい、お願いします。せっかく来たのでね、皆さん書いていただきましょうよ。難しいよ。今こちらにはあの J1 優勝と書いていただきましたけども、二人とも何かこう個人的な目標でも、あの好きな選手がいらっしゃったら好きな選手に対してのメッセージでも大丈夫ですよ。はい、ちょっといろいろ見てますけど、はい、皆さん書いてくれてます。お、何書くんですかね。俺のメッセージなんやって言われてますけど、皆さん後で返さなくていいですか。ちょっと大丈夫ですか。あの吉田選手自分で吉田頑張って書きましたけど、あ、ちょっと長谷川選手、大分最高の書いてくれましたよ。ありがとうございます。すいません、プライベートなところ。あ、もう大丈夫です。もう大丈夫ですか。皆さんいいですか。大丈夫ですか。大丈夫でした。あ、あんまり大丈夫じゃないみたいなので、あ、時間が時計ないです。時計ないですけど、じゃあ皆さん選手にもう一度大きな拍手をお送りください。プレゼントの後ろ、ありがとうございました。さあ、では以上でイベント終了となりますので、皆さんありがとうございました。ちょっと誰か止めてくださいよ、これ。あ、違いますよね。違う、今日は誰が来るんでしたっけ。皆さん、せーの、you